ジャンルイ・デュ・ポールは、チェリスト、教育家、作曲家。兄は同じくチェリストのジャンピエール・デュ・ポール。コンセール・スピリチュエルでデビューし、活躍していたが、1790年に、フランス革命を逃れて、ベルリンへ亡命し、先に渡っていた兄と共に、フリードリ・ヒビル・ヘルム2世に仕えたが、1806年に、ナポレオンが、イエナ・アウエル・シタットの戦いで、ベルリンを占拠した後に、 パリ駅帰パリ国立高等音楽、舞踊学校の教授となり、後進の指導に当たった。デュポールは、今日ではおそらく現代のチェロの左手の技術が、体系的に発展させられ、確立した形で収められたチェロ技巧の教則本、チェロの運指及び運輸に関する指導によって、主に知られる。また6曲のチェロ競争曲、チェロのための練習曲集を書いている。ベートーベンは、 デュポールのために作品後の二つのチェロソナタを作曲した。1812年にパリへ戻った際、デュポールはナポレオンに出くわしている。ナポレオンはデュポールが所有していたストラディバリウス製のチェロを使って見ようとしつつ強い調子でこう述べた。君は一体これをどう持つのかね、ムッシュデュポール デュポールはナポレオンが楽器を傷つけるのではないかとあからさまに恐れたが、ナポレオンは笑いながらチェロを彼の手に返したという。実際はナポレオンは楽器の畝にへこみを作ってしまっており、それは今日でも確認できるものと思われる。この楽器は後にオーギュスト・フランショーム、ムスティスラフ・ロストロポービチが使用した。モーツァルトは、 デュポールのチェロソナタによるデュポールのメヌエットによる変奏曲計573を作曲した。モーツァルトは1789年にカール・アロイス・フォン・リヒノフスキーに同行する形でポツダムのリキューエイキ、フリードリヒ・ビルヘルム2世への越見を希望した。しかし許可は降りず、音楽総監督のアニジャンピエールの前で本曲を演奏するにとどまった。1806年に パリの暗号から出版された本作は影響力の高いチェロの技術のための作品である。チェロの技巧について幅広い視点からフランス語で175ページにわたって詳細に論じられており、巻末に様々な難易度の2台のチェロのための21曲の練習曲が付属している。この作品は英語とドイツ語にも翻訳され、チェロのための最も影響力のある、 教則本として広く受け入れられている注釈出典ありがとうございます。